モールアーティスト北中篤史、手芸用のモールを素材にした可愛いアート作品は日本生まれのハンドメイド。世界に新しい風を吹かせる人、私たちはこう呼ぶ。世界人はグローバルワークの提供でお送りします。モールアート、まあ、一言で言いますと、物とかこうくくるときに中に針金の入ってるものがあるんですけど、まあ、それを使って、まあ、動物とかを作る、あの新しいアートだと思います。わかりやすく、しかもこう手軽にできるっていうところが魅力だと思いますね。私がこう使わせてもらってるのは国産の京都で作ってるモールなんですけれども、すごくふわふわな食感なんですよね。やっぱりこうふわふわなものに悪いものはないというかすごくいろんな人に愛されるものだなというのは感じてます。モールとまず出会ったのが2009年ですね。たまたまこのモールを作ってるメーカーさんと知り合うきっかけがありまして、モールっていうのがこう社用産業で海外の安いモールに押されてる状況で、何かデザインで新しいものができないかっていうのが相談を受けたきっかけだったんです。私も子供が2人いますので、で子供にこうちょっと渡した時に楽しそうに手を動かして作ってるんですよね。こうものづくりっていうか手作りの楽しさっていうのを子供に伝えられるものがないかなって何となく漠然と思ってた時に、たまたまモールという素材に出会いまして、あれ、もしかしたらこれがその道を開いてくれるんじゃないかなって。モールアートっていうのは道具を使わずに手だけでこう作っていきますし、やることって3種類しかないんですよ。曲げるとねじると巻きつける、その3種類の組み合わせでこう作っていけるので、切ったりもせず道具も使わずに、もうまさかこんなんできないだろうなっていうのを作るのがやっぱりちょっとこだわってるところですね。やっぱりこうコミュニケーションのツールになってもらいたいっていうのがあったので、世代とかあの言葉の壁を越えて、こう自分の作品を作って、はい見てくださいねっていうのではなくて、何かを作りながらこうコミュニケーションを取るっていうアート作品にしたかったので、アートってすごくなんか美術館で飾られてるっていうか、すごく難しいものっていうの先入観でありますけど、海外の人からするともう物を作ってるだけでアーティストだっていうことをよく言ってくださってるんで、なんか普段着のアーティストみたいな感じのイメージをしてもらえたら一番ありがたいですね。モールで作ったこの作品を見て、自分で作られた、まあ、ワークショップとか参加されてる子どもたちとか、まあ、大人の方もそうなんですけど、できたっていう時のあのニコッとした笑顔が一番やっぱりこう幸せな瞬間ですね。その今はちょっとどっちかというとハンドメイドの世界だけですけど、例えばこのモールっていうのは本当にこう動きに対してこう柔軟なので、まあ、それでこうアニメーションを撮ったりとか、異なるジャンルのものと一緒にコラボレーションして新しいモールの可能性っていうのもまたどん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 広げていきたいなと思ってます。でその後そのモールだけをこうリックに詰めてですね、世界遺産を巡ってこう転々としながら世界中こう回りたいなっていう夢はありますね。でその場でその地域の世界遺産のものをこうモールで作品を作って、それでまた次の旅費を稼いでみたいな感じで、モールアートの伝道師みたいな形でこう世界中を回れると一番いいかなと。これまでオンエアした番組アーカイブはウェブサイトでご覧いただけます。福福福、世界人はグローバルワークの提供でお送りしました。